枝豆とビールイタリア料理のオードブル、カルパッチョ魚とは、酒を飲む際に添える食品を意味する語。派生して、酒を飲む際に共に楽しむ、様々な対象も、魚と呼ばれる。趣向、酒にあてがうことから、あてと呼ぶこともある。つまみとも言う、語源は、主菜から、もともと、副食を、なと言い、菜、魚、魚の字を当てていた。すなわち、 酒のための名という意味である。したがって、魚という音からは、魚介類が想像されるかもしれないが、主席で食される食品であれば、すなわち、魚となる。室町時代頃までは、こうした魚肉に限らない用法が一般的だった。なお、魚類のことを魚と呼ぶのは、魚から転じた言葉であり、酒の魚には、魚介類料理が多く使用されたためである。 古くは、魚と呼んでいたが、江戸時代頃から、魚と呼ぶようになった。おつまみおつまみ付きの中ハイおつまみ自販機日本におけるビールに枝豆などのように、種類に応じて、一定の組み合わせの食品が好まれることが多い。例えば、ワインにチーズ、テキーラに食塩などが有名な組み合わせである。また、日本酒を飲む際には、一号マスの塩に塩を盛り、魚とすることもある。 さらに、つまみとして、魚向きに考案された、食品、料理もある。スペインには、ピンチョスやタパスといった酒と共に楽しむ料理がある。日本では、西洋風のおつまみを指して、オードブルと呼ぶことがあるが、本来は前菜を意味し、必ずしも魚として食前酒などと共に供される、ことを意図しない。魚は、酒と一緒に出すための料理であるが、 決して安価な料理というわけではなくカラスミやコの綿、キャビアやフォアグラといった料理や手間がかかる料理を出すこともある。医学的には食品を酒と共に摂取することは飲酒の悪影響を軽減するために効果がある。空腹の状態での飲酒は急激に酔いが進むため健康に良くないが、良質のタンパク質を同時に摂取することでアルコールの吸収が緩やかになるとされる。 飲酒のペースを緩やかにすることも利点である。アサヒビール株式会社によれば、枝豆や豆腐にはアルコールの分解を助ける成分が含まれているという。他方で、フライなどの油の多い食品は、魚としてあまり好ましくないという。つまみは、生物、焼き物、煮物、揚げ物、乾物等、多種多様であり、素材も、野菜、魚介類、肉類、 国類など多種多様にわたる、おやつを使用することもある。食品に限らず、その主席に参加しているものが楽しめる事柄であれば、何でも、魚となる。すなわち、主席で提供される娯楽となるものが、食品以外の魚である。酒の余興として演じられる出し物を指す言葉として、魚歌い、魚浄瑠璃、魚舞といった言葉がある。また、他人の噂話をして、 主席を盛り上げることを指して、酒の魚にするとも言う。玉村と要は、外国人を料亭に連れて行くと最後に、そろそろお食事にしましょうかと聞かれることで、外国人はびっくりすると実情で記している。そこから、日本の料理は、ご飯と味噌汁が出てくるまではすべて酒の魚であると、している。ありがとうございます。